はい、どうも、ふなさんです。まずはいつも通りね、こちらの QR コードから、公式オンラインサロンの登録をよろしくお願いします。こちらのサービスはですね、月額980円で、で、こちらのも登録していただくと、Facebook のね、秘密のグループ、シークレットグループの方に招待させていただきます。で、その時にですね、そのメールアドレスから、招待を送るんですけれども、そのメールアドレスね、Facebook のアカウントと紐づいている、メールアドレスを、教えていただかないと、違うメールアドレスじゃ招待が届かないので、その辺だけね、ご注意をしていただきたいなというふうに思います。ということで、こちらのね、980円の、オンラインサロンの方の登録をぜひともよろしくお願いします。改めまして、皆さん、私のふなさん TV、チャンネル登録者数が1万人超えました。ありがとうございます。いや、まさかですね、自分が1万人、チャンネル登録者数、到達できるなんて、これっぽっちも思っていませんでした。はい、いや本当に、皆さんには感謝を申し上げます。ありがとうございます。ですけれども、自分がね、始めたきっかけっていうのは、自分で お店をね、経営してですね、で、いろんな、部分にね、疑問を持ち始めてですね、なんだこれはと、この椅子取りゲームは何なんだと。毎年毎年椅子が減っていく。でも、この間まで何とも思ってなかった人、また、踏み台にして蹴落としていかないと自分は生き残れない。なんだこの生きにくい社会はというところから、じゃあ経済って何なんだと、お金って何なんだってことを調べていった時に、いやこの世の中、このそのね、椅子取りゲームで言うと椅子がどんどんなくなってるのはこれ人災だぞと。で、明らかにこの状況をわざと作り上げてるに他ならないぞということに気づいてですね、いやこれは、いや一部の人たちの都合のいい世の中に作り変えられてる。だからこそこれ知らないから好きなことやりよると。だからみんなが知っていかなあかんってことで、一人一人に喋っていってもラチ開かないんで、だからこそこうやってね、インターネットの中で情報を発信しようと。で、まだまだね、全然分かってないことだらけです。ね、話し方だってね、その拙い話し方ですよ。で、こんな関西弁で喋って。ね、でも、なんて言うんですかね、自分の言葉で伝えたいなっていうのと、本当にね、分からんことだらけですけど、でも、こんなやつでも、こんだけ考えてるというか、こんなやつが考えなあかん世の中なんやでって、だからみんなも一緒に考えようって、こういうね、メッセージを届けたいなと思って始めたわけですよ。はい、だからあんまりこうチャンネル登録者数とかっていうのが何人だとかね、あんまり意識はしてなかったりとかね、こうなりたい、ああなりたい、でそのチャンネル登録者にね、迎合するような、なんか登録者再生回数なんか稼ぐぞみたいな、そんな感じでもあんまりなくてですね、今伝えなあかんこととか、気になったこと、知ってほしいこと、そんなん、伝えてたら、知らないうちにこういうことになってましてですね、いやでもそうは言ってもですよね、やっぱその自分がリスナーだった頃とかもね、そうですし、なんかチャンネル登録1万ってすげえなーって単純に思ってたというか、もっと言ったら今の時代って1万以下と1万以上でもうちょっと、なんか1万以上でないとなんかね、 YouTuber じゃないというか、なんかそんな感じすらするんですよね。それで言うとね、やっとなんかそういうところ風に、なんか立てたというか、もっともっとその正しいこと、今のね、日本の現状っていうのを知ってもらうためには、
たくさんの人にね登録者数、チャンネル登録をねしていただかないといけないので、まあ、もっともっとね、頑張っていきたいなとは思います。まあでもあのね、なんかそのお願いします登録してくださいねっていうような迎合するようなコンテンツ作成はしないので、その辺は安心してください。はい。で、まあ、今日はね、もう残すところ、数時間ですよね、2019年令和元年もね、どんな年だったか、全然良くない年でしたね。はい。もうここ最近ずっと良くない年だなっていう感じです。はい。ね、やっぱり僕の中ではそのやっぱ災害から、ずっとね良くはないですよね。で、まあ、そんな中でですね、その、まあ、日本のね、政治経済を見てみるとね、その上がり目がない、やっぱりそのね自力があってですね、まあね、生まれ落ちるところも運ですし、でそっからね、その使命をね、どんな使命を司るかも、これもまた運なわけですよね。はい。だからまあ言ってみりゃ、こうやってね、僕がいやデフレはあかんとどうのこうのどうのこうのだって言ってても、恵まれた環境で育ってきた人で、恵まれた環境で今もなお過ごしてる方にとってはちっちゃい話しとんなっていう話なんですよね。消費税 2% 上がって苦しいやつなんかおらんってっていう話なんですよ、そういう人たちからすれば。でもいやいや、もうね、小銭集めに必死な商売してる人とかって、いやもうその数パーセントがものすごい大きな意味を持ってくるわけじゃないですか。この今のね環境っていうのがどれほどね、深刻な状況なのかね、日本がねっていうのを本当にだからまざまざとねこう突きつけられたようなね、1年だったなというふうに思います。でもね、このコメントがね、こう来年の、まあ、例えば来年の今日ですよね、あの時はまだぬるかったって言ってる可能性があるぐらい、2020年はねさらにおっかない年になるんじゃないのかなと、まあそんな気がしてるわけですね。戻っても地獄、進んでも地獄、さどうするよとね。だからこそその本当にね、ね、ピボットっていう言葉をね最近よく使われますけど、本当にピボットしないといけない、転換しないといけない。なんかこの流れでずっと言ってもいいことなんて一つもないんで、やっぱりね、ピボットしないといけないなというふうに思います。はい。まあこんなね暗いことをねあんまり喋りたくないんですけどね、最後の年越しにね、大晦日にね、まあですけどね、まあまあまあこういうね活動をね、さらにね、まあ、推し進めてですね、もっともっと、みんなが真剣に考えれるようなね、そういうね、まあ、言論空間をね、この先自分も提供できたりとかね、考えるきっかけ問題提供したりとか、まあそういう風にしてね、みんなが真剣に自分のことで、自分のこと、家族のこと、コミュニティのことで日本のこと考えれるようなね、まあ、動画コンテンツをね、これからも配信していきたいと思います。で、まあこれね、1万人登録になったんで、まあその1万人登録のね、ライブ配信なんかをね、もう近々ね行いたいなと思ってますんで、その説はね、ぜひとも皆さんご参加お願いします。ということで、本日のね、動画が面白かったなとか、ためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私、Twitter アカウントの方、下の概要欄の方にも記載してますので、そちらの方からフォローの方もぜひともよろしくお願いします。ということで、2019年もありがとうございました。はい、皆さん、良いお年を。